つの自分は何者なのか答えなんかないだろうけどそんなことを考えたりして中国オンエアどうですかということで、やってみようかということで今日は、何曲歌うかまだ決めてませんけども、頑張ってみようかなということで、やってまいりました、どうぞよろしくお願いいたします。なんか不思議な感じでございますけど、お客さんゼロ聞いてくれる人いない中で歌うというね、なかなか、不思議な緊張感がある感じですけど、画面の向こうで聞いてくださっている皆さん、ちょっとでも元気を与えたという感じで、お届けしていきければいいなと思っておりますので、短い時間ですけどどうぞよろしくお願いいたします。ということで、1曲目、吉祥寺、今日は南郷7丁目という店からお届けしておりますが、7丁目に出入りするようになったきっかけのお店、カプルースの青かったよという曲ですね、オリジナルの青いシントリックという曲を聴いていただきました。次は、カバーの曲を、入れていきたいな、学校もちょっと行けなくなっちゃったり、部活もできなくなっちゃったり、若い、皆さんも、なかなか大変な、あれは寂しい思いされているのかなと思うんですけど、そんな方に聴いていただけたらいいかなと、竹原ピストルズのカバー、ようそこの若いという曲です。よろしくお願いします。
姉妹価値だけどとかく錯覚して姉妹価値だけど例えば桜やらひまわりやらが特別あからさまだけで季節を知らせない花なんてないのさよそこのわけの俺の言うことを聞いてくれ俺を含め誰の言うことも聞くなよよそこのわけの君だけの花の咲かせ方で君だけの花を咲かせたらいいさ忘れてしまいがちだけどとかく錯覚してしまいがちだけど例えば芸能人やらスポーツ選手やらが特別あからさまなだけで必死じゃない大人なんていないのさよそこのわけのこんな自分のままじゃいけない3ヶ月ぶりになるのかな、思うようにやっぱ音楽できないかみたいなちょっとね悲しいもので、まああんまり関係ないよって言われることもあるのかもわかりませんが、まあ、僕にとって音楽非常に大事な人生をやっていくツールの一つになります。まあそんなことがやっぱねできる日常ってやっぱありがたいな。やっぱりこのしんどい時期はやっぱ乗り切ってですね、また日常戻った時にまたお店プレイできるお店、飲めるお店、あるいは一緒に楽しむ仲間というのがやっぱり、今の通りあったらいいな、ねそんな思いで、今日はここに楽しみもらってます、ぜひ何か応援いただいている皆さんに届けばいいな、明日の歓迎になろうと思っていただければあいいな、そんな気持ちで、やっております、で今日この配信、YouTube と、Facebook あとは僕の Instagram でちょっと配信させていただきますが、YouTube のね南郷7丁目チャンネルまあ、ミュージシャンの皆さんが、これからもちょこちょこと無観客ではございますがね、ライブ配信を
やっていかれるであろうということですので、ぜひぜひ、お登録のほどよろしくお願いしたいな。もう一回申し上げます。南郷七丁目チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ということで、ちょっといつもあまりギターは持ち帰ったりしないんですけど、次とその次の曲、ちょっとね、ハットギターですかね、そんなやつを、弾きながらちょっとお届けしたい。ちょっとギター持ち帰ります。自分がしんどいなと思ったとき、流れたりするような曲なのかもしれません。次カバーで中島みゆきさんのファイトという曲を聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。私中卒やからね仕事もらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えているガキのくせにと頬を打たれ少年たちの目が年を取る悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる私本当は目撃したんです昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と飛ばした女の薄笑い私を覗いてしまって助けもせず叫びもしなかったただ怖くて逃げました私の敵は私ですファイト戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろうファイト冷たい水の中を震えながら登って行け暗い水の流れに打たれながら魚たち登って行く光ってるのは傷ついて揺れるから「いっそ水の流れに身を任せ」「流れ落ちてしまえば楽なのにね」「痩せこけてそんなに痩せこけて」「魚たち登ってゆく」「勝つか負けるかそれはわからない」それでもとにかく戦いの出場通知を抱きしめてあいつは海になりましたファイト戦う君の歌を戦わねえ奴らが笑うだろうファイト冷たい水の中を
情が田舎の町あとは死ぬならかけるって言われてさ出て行くんだお前の身内を住めんようにしちゃるって言われてさ深い燃やしたことにしてやっぱり燃やせんかったこの切符あんたに送るけんもっと手を滲んだ文字と狂気ファイトを戦う君の歌を戦わねえ奴ら頑張れるだろうファイトを冷たい水の中を震えながら登ってゆけファイトを戦う君の歌を戦わねえ奴らが終わるだろうファイトを冷たい水の中を震えながら登ってゆけファイトファイトなかなか声出ないもんですね。うん、ちょっと、まあそんなこんなで、なんでしょう、いつもと違う感じを、自分でもちょっとね、今日は楽しみながらやらせていただいております。次の曲なんですけど、なんかこう、一貫したね、ライブのステージに向けて思って、あったらいいのかなと思いますけど次はまた自分が歌いたいんだこれもカバーですけど田中さんのワインレッドの心を聞いていただきたいと思いますよろしくお願いしますずっと今夜を夢あったり
それじゃ愛されるのに、あなたまたら恥じらうより手立てがなくて、あの消えそうに燃えそうなんだいれど、心をまだ持て余しているのさ、この夜も今よりそう以上愛されるまで、あなたのその透き通った瞳の中に、あの消えそうに燃えそうなウェイウェイドの心を映し出して見せてよ、揺れながら予算がいないって、うん、時間が経つと早いんだか遅いんだか、みんな見てますよ。はい、あの向こうで見ていただいてるので、どうもありがとうございます。まあ残り数曲、2、3曲ちょっとお届けしたいと思います。本当ですね。本当も全部オリジナルでいきたいなと。はい、なかなかこういう時期ですから、結婚の披露宴ができなかったりとか、あるいは意識できたけど なんか、ね、なかなか会えなかったり、そういうこともあるのかなと思いつつ、一応ウェディングソングになるのかな、まあ、そんな方に聞いてもらえたら、聞いていたら嬉しいな、と思います。祈りという曲を聴いていただければと思います。よろしくお願いします。なかったの
それぞれ歩んできた二つの道が一つになる。その糸が何が心をと思って自分らしく、まあ、頑張っていけたらいいのかな、そんな思いがやっぱり強くなってきました。僕も僕らしくね、この、数ヶ月を頑張っているつもりでおります。皆さんもぜひ今やんだこと大変なことあるでしょうけど、自分なりに頑張っていきたいですね。されどという曲を、
飲みます。氷まで入ってしまいました。ガリガリしました。すみません。次最後の曲になりますが、どんな時も、そうなんですよね。もうね、年を出てくるとね、これもうなんかあるともうダメなんじゃねえかなとかね、もう全然話聞かないんじゃないかなとかって思ったりすることも多いでございます。けど、気持ちだけはね、もういつも和光堂だという、和光堂って言ってる時点でまあどうかということもあるんですけど、言葉的には。だけどもまあこれからまあちょっとねこの状況落ち着いてもまあ大変なこと多いと思います。でだけどももう一回ね子供に帰った気持ちで、ゼロからか一からか分かりませんが、また今までね生活が戻るように、あるいはまあ大切な人がねまた大切な人とまた一緒にね、一応は過ごせるようになりますよ。最後、一番最初に作った曲ですけど、今もずっと歌い続けてます。奇跡という曲で、締めたいなと思っております。今日は、Facebook かち、Facebook、なんだっけ、YouTube で Instagram、ご覧いただいた皆様。ありがとうございました。なんかね、こういう時になんかラスが出さなみたいなのが、思い出になる、いい意味でね、思い出になるように、そんな状況が来れば、本当にいいなと思います。では、今日はどうも本当に短い時間でしたけど、どうもありがとうございました。最後、奇跡的な曲でお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
30分後次の演者さん登場でございます。ぜひ30分経ったら、YouTube だと南郷七丁目チャンネル、Facebook、僕の一切ちょっと配信終わりになるかもわかりませんが、ぜひまたチャンネル合わせて聞いていただければと思っております。どうもありがとうございました。